発送時刻は12時25分です。中京5レースメイクデビュー中京のパドックです。それでは見ていきましょう。1番カムニャック476、まあ、金星の取れた馬体ですしね、体に張りがあって非常にいい仕上がりだと思いますね。2番ルージュシークエル492、まあ、しっかり乗り込んだだけあってね、体つきなんか仕上がってますし、まあ、あの歩様もね、スムーズですね。3番シャインバオバブ502、こちらもね、乗り込み豊富で、体しっかり仕上がってきたなという感じですね。気合乗りもいいです。4番は後ほどご紹介します。5番バルティカ432、まあ、一目にねこういい馬体してますし、気合の乗りなんかちょっとこうまだ遅いところありますけども、スムーズな歩様でいい歩きができてますね。6番ディニテ490、まだちょっと全体的に有利のかなという感じですかね。もう少し体も締まってほしいです。7番リビングストン530、まあ、大型馬ですけども数字ほどねこう大きくないというか、まあ、スラリと見えますし太め感もなくいい仕上がりだと思います。8番ブーディガ482、そうですね、落ち着きがある方ですね、まあ、入っていた時は2人引きでしたけども非常に落ち着いて周回できてますし、そうですね、まあ、仕上がりも良さそうに思います。9番ソードナイト480、ちょっとこうね気難しいというか、テンションの高さも気になりますし、またちょっとこう、うん、子供かなという感じですね。おしまいは大きく間が空いて4番です。ホーオーレイブン462、まあ、一定の仕上がりになると思いますね。集中力もありますし歩様もスムーズです。それではパドックでの状態を含めた推奨馬お願いします。はい、1番カムニャック、3番シャインバオバブ、5番バルティカ、8番ブーディガ、以上です。中京5レースパドックからの推奨馬は1番、3番、5番、8番、以上の4頭です。では中京5レースもパドックをもう一度ご覧ください。デイリースポーツの井上達也さんです。この時間もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。2000メートルの2歳の新馬戦です。1番手には断然人気に押されている1番のカムニャック挙げていただきました。こちら今馬体も見ていただいてますが、もういい仕上がりであるということですね。そうですね、まあ、体つきもそうですし、やっぱりね、パドック、まあ、初めての場所なんでね、うん、それは落ち着きだったり集中力だったりというのが一番気になる材料ではあったんですけど、本当ね、はい、落ち着いてますし、まあ、前向きさもあるし集中して歩けてるしっていうところでね、まあ、1.3 倍もまあ頷けるかなという感じの仕上がりと、うん、今日の雰囲気ですかね。調教などもやっぱりオープン馬と合わせたり、まあ、年上の、ね、格上の馬と合わせても合格以上というところがあるわけですね。そうですね、うん、まあ先週が3と合わせで本当に、ね、最後のキレも11秒0と、うん、まあね、友道厩舎らしい仕上げをしてますけども、ね、はい、まあ、これだけ、ね、両決馬が揃う厩舎でありながら、ね、レベル的には非常に高いものがあるんじゃないかなと思いますね。1番のカムニャックは単勝今 1.3 倍で1番人気となっています。2番手評価には3番のシャインバオバブ挙げていただきました。502キロの馬体、気合も乗っているという評価ですね。そうですね、まあ、結構乗り込んだんで、うん、大型馬の割にはすっきり見せるというか仕上がり良さそうに思いますし、うん、まあ、気合も、ね、適度に乗っていい感じですよね、はい、まあ、追い切りでいうとシュートで合わせて遅れたことないですしね、早い時計も出てますし、うん、まあ、これもね非常にレベルの高い一頭じゃないかなと思います。現在シャインバオバブは下から2番目29倍という人気になっていますね。8番人気になっています。そして3番手評価5番のバルティカが上がっています。こちらは432キロ少し小柄な男馬ということですが、こちらどうですか。そうですね、まあ、スラッと見せてますしね、うん、馬体なんか非常にこういいなという感じはしますけどもね、うん、うん、まあ、一姉妹に、ね、シュートの3と合わせで再戦、じゃこの時の動きは非常に良かったように思いますね。5番のパルティカ、こちらも、現在でいうと 21.2 倍という単勝式の人気です。そして最後に8番のブーディカが上がっております。
ちょっとこう1周目皆さんにご覧いただいたときに、ちょあれミストに驚いたのか、ちょっとこう暴れてしまったようなところもありましたかね。そうですね、ちょっと後ろの馬がうるさいんで、はい、それにつられたというか、まあ、音とかそういうのにちょっと気にしたんですかね、ちょっと暴れましたけど、はい、まあそれでもやっぱり全体的には集中して歩けてますけどもね。こちらもね、血統的にも、まあ、アルアインの3区ですが、いい馬ではありますけれども。そうですね、非常にいい血統ですし、うん、はい、まあ、1週前には、ね、シールドで年長馬を追ってますから、うん、動き自体は9大点かなという感じはするんですよね、はい、8番のブーディカは現在 20.6 倍となっています。6番人気になっています。人気どころでいうと、例えば7番のリビングストンですとか、このあたりはどうですかね。そうですね、前向きさは、ね、感じますけども、はい、どうですかね、追い切りの雰囲気を見たときにまだかなという感じで、うん、まあ、使いつつかなといった印象があるんですけどもね、そしてその他ですと2番のルージュシークエル、今ちょうど馬体も捉えていますが、この馬が3番人気ですね。そうですね、これもいい仕上がりだとは思いますけどもね、うん、まあ、あまりね、急騰立てで頭数上げるのもなというのもあったんですけども、はい、まあ、あの仕上がりに関しては悪くないと思います、2番も。そうですか、はい、ちょっとこう絞っていただいての4頭ということですね。ちょっと人気的にも面白そうな馬たちですね。そうですね、うん、まあ、あのそれこそ印でいうと9番は印を打ったんですけど、ちょっとパドックの気配があまりに、はい、うるさいというか、ちょっと幼すぎるなという感じがしたので、まあ、そういうのはちょっと、ね、数を絞りましたけども、はい、うん、1番手には1番カムニャック、そしてシャインバオバブ3番、その後5番のバルティカ、最後に8番のブーディが、ここまで挙げていただきました。今日ここまで前半中京の解説はデイリースポーツ井上達也さんにお願いいたしました。井上さん、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。
中京競馬場第5レースメイクデビュー中京2歳新馬芝の 2000m デビューを迎える9頭が芝コースに入場してきます。出走馬をご紹介します。1番カムニャック、父はブラックタイドです。デビュー戦の馬体重は476キロ、鞍上は川田優雅騎手、区間重量55キロ。2番ルージュシークエル、スワーブリチャードの産駒です。デビュー戦馬体重492キロ、西村敦也騎手55キロ。3番シャインバオバブ、シルバーステートの産駒です。502キロでのデビュー戦、和田龍二騎手55キロ。4番ホーレイブン、父はサートゥルナーリア、馬体重は462キロ、国分優作騎手55キロ。5番バルティカ、ルーラーシップ産駒です。432キロでのデビューです。浜中すぎる騎手55キロ。6番ディニテ、父はエピファネイア、デビュー戦の馬体重490キロ、三幸秀明騎手55キロ。7番リビングストン、エピファネイアの産駒です。馬体重は530キロでデビューを迎えます。団野大成騎手55キロ。8番ブーリガ、アルアインの産駒、482キロでのデビューです。坂井隆成騎手55キロ。9番ソードナイト、父はアルマンゾル、デビュー戦馬体重480キロ、鞍上は白星、負担重量1キロ減、小沢ライト騎手、負担重量は54キロです。真夏の中京開催、芝の 2000m で9頭がデビューを迎えます。中京5レースメイクデビュー中京2歳新馬芝の 2000m 戦、スタートまでしばらくお待ちください。芝 2000m の2歳新馬戦、1番のカムニャック直前の単勝式は 1.2 倍となりました。中京競馬場5レースメイクデビュー中京2歳新馬芝の 2000m9 頭によるデビュー戦です。天候晴れ、芝量ダート量、中京競馬場夏の開催開幕2日目を迎えています。去年は7月に夏の中京競馬が行われましたが、去年夏に中京でデビューを果たした馬の中からはジュンテイクが後に重賞勝ち馬になっています。ダートからはラムジェットが追い込みを見せて、その後3歳になって大きく飛躍を遂げています。9番のソードナイト最後に向かいます。9頭による芝 2000m のデビュー戦収まりました。スタートしました。内1番カムニャック好ダッシュです。3番のシャインバオバブ、それからそれを制して4番のホーレイブン出ていきました。外から9番のソードナイトも外から内に進路を寄せて先頭に立っていきます。それを追いかけるように8番のブーディガ、9番のソードナイト、8番ブーディガ、内4番ホーレイブン、それから5番のバルティカ、3番シャインバオバブと続いて1コーナーのカーブに入っていきます。
その外には7番のリビングストン、1番のカムニャックは後方から2投目になりました。1コーナーから2コーナーを目指していきます。9番のソードナイトが先頭でリードが2馬身ぐらいです。8番ブーディが2番手、第2コーナーのカーブに入りました。3番手終始インコースを通って4番ホーレイブン、その外5番のバルティカ4番手、第2コーナーからバックスレイに入りインバオバブ、その外には7番のリビングストン、後方は残り 1200m でインコース6番ディニテ、外から1番カムニャック、今後方から3投目、最後方2番ルージュシークエルです。先頭からおしまいまでは7馬身から8馬身といったところ、スタートしての 1000m を通過しました。1分4秒1というペースになりました。9番のソードナイトが先頭でリードが少し詰まって1馬身半、8番のブーディが2番手、坂を下りながら3コーナーをカーブしていきます。800を切ります。動いていったのは5番のバルティカ、そして中段から動きを見せた7番のリビングストン、そのうちには4番のホーレイブンですが、1番のカムニャックも進出、今4番手グループの外目まで上がっていきました。3番のシャインバババブ、2番のルージュシークエル、最後方になった6番のディニテ、4コーナーのカーブに入ります。まだ坂の下りが続く、前3頭広がって内わずかにソードナイト、並んで8番ブーディが4コーナーから直線に向きました。外に出した5番のバルティカ、1番のカムニャックも外に出した。400を切って坂を登る、前4頭上がりの勝負になっているが、さあ先頭は外から1番のカムニャック、カムニャックが坂を登って先頭200を切りました。その後ろからは2番のルージュシークエル、最内4番ホーレーブン、3番手争い、先頭は1番カムニャック、先頭後続を突き放した。カムニャックデビュー勝ちゴールイン。2番手2頭、外2番のルージュシークエル、内から4番ホーレーブン、2番手は際どくなりました。1番のカムニャックデビュー勝ち、川田優雅騎手です。父ブラックタイド、母ダンスアミーガ、お母さんのダンスアミーガもデビュー勝ちを収めていました。母系にはダンスパートナーにたどる血統、1番のカムニャックデビュー勝ちを収めています。管理する友道康夫調教師は今日誕生日、昨日今日と中京競馬場で勝利を挙げています。1番カムニャック勝ちました。離れた2番手争いは際どくなって、外2番のルージュシークエルか、それとも内を通った4番のホーレーブンか、接戦です。勝ちタイムは2分4秒2、上がりタイムゴールまでの 800m は47秒1、 600m は34秒0でした。道中は後方3投目を追走していた1番のカムニャック、3コーナー過ぎから進出、最後は直線突き放しています。そして2番手争いは際どくなりました。内4番ホーレーブン、外2番のルージュシークエル、2頭並んで2番手3番手、その後ろに8番のブーディガです。 1000m1 分4秒台という緩やかなペースになりましたが、最後の残り 600m は34秒0、瞬発力を見せました1番のカムニャックデビュー勝ち、1着1番カムニャックです。川田騎手はこれが今年の90勝目ということになります。中京5レース勝ちましたのは1番のカムニャック、人気に応えての快勝となりました。さあ2着争いが写真判定、最終オッズは2通りご紹介をいたします。まずは馬番号の若い方からです。2番ルージュシークエル、こちらが2着だった場合、1番2番4番ですと1番人気3番人気7番人気となります。単勝1番 1.2倍、枠連12 5.6倍、馬連1番2番 6.3倍、馬単1番2番 7.5倍、三連複1番2番4番 23.4倍、三連単1番2番4番 48.0倍です。うちにいました4番のホーレイブン、こちらが2着ですとこのようになります。枠連14 10.0倍、馬連1番4番 12.0倍、馬単1番4番 13.9倍、三連単1番4番2番 60.3倍です。確定までお待ちください。中京6レース